記録の再生。記録を再生する場合は、患者リストから患者を選択し、その患者のすべての記録を表示します。再生したい記録をタップすると、新しい画像で光合データが再生されます。記録の再生中でも、左側のリストから同じ患者の記録に切り替えることができます。